FIFA 22キャリアモード北海道コンサドーレ札幌編、今日もやっていきます。今日もというか今日が最終回になるんですけども、これ2024シーズンで、今日はルヴァンカップの決勝のセレッソ大阪戦というふうになっています。リーグ戦の方はね、終わりまして、ちょっと振り返っていくと、どうやって振り返るかいつもわからないんだけど、これかな。リーグ戦はね、こっちですね。最終的にね、3位まで行ったんですけど、優勝には届かずということで、3位でリーグ戦を終えています、今シーズンのね。そしてルヴァンカップ決勝戦がこのシーズンの最後のゲームということで、今回やっていくことになると思います。で、セレッソ大阪戦ね、1試合のみ一発勝負となっておりますので、これがね、この動画の最後の試合ということになります。というわけでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ついにこの時がやってきました。 J リーグ YBC ルヴァンカップ決勝の模様を、実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしてお送りしていきます。まもなくキックオフとなるこのファイナル、北海道コンサドーレ札幌がセレッソ大阪を相手にします。ルヴァンカップといえば日本三大タイトルの一つですから、ここまで勝ちよ残し、やっってていきたいきと思いてます。ルヴァンカップ決勝セレッソ戦、この動画の最後の試合になりまお互いに優勝するに十分す。ちょっと外がね、なんか工事やっててカンカンうるさいんですけど、やっていきたいと思います。勝てるよ、最後の動画だから勝ちたい、それだけ。仕掛けてくいるのやか、ー、ちょっと、いいじゃないよ。これはナイスインターセプト。いいよ。で、スタメンはね、ちょっと見せてなかったんですけど、もともとコンサドーレの選手が結構少ないかなと思いますね。うまくボールを奪った。小柏選手と田中俊太選手くらいかな。何をしてくるのか。スタメンの中だとね。うわー、最悪。アダム・タガートかな。この試合にかかるプレッシャーは相当なものなんですね。やれで入るんかい。けどまだまだ時間はたっぷりありますので。インターセプトします。スルーパス、いや、そこかい。今のはないそうでしたが、ポゼッションは相手側に変わっています。チャンスにできるか、ビッグチャンスです。いやー、この追加点でチームはさらにリードを広げました。サポーターはすでに優勝を言いたいですね。序盤の2失点か。クリスティアーノ・ロナウド、ちょっと消極的なパス回しです。めっちゃ回してます。このパス、通れ、来た、ダフった。最悪。とりあえず前半で2、前半で1点取ればまだいけると思います。うわ、うまっ。どうした急に。ボールは中の選手へ。見事なセーブです。難しいヘディングシュートを止めました。これはスーパーセーブですね。エリア内へ向かうか。おう、ゴールの枠に行きません。ディフェンスからのプレッシャーでボールを捉えきれなかったようです。 SNS などを中心に、あ、来た、これ、これ来たの。注目が集まっています。おっと、裏を取りに来ました。決めて、いやー、ここでチームを救いました。おお、華麗に、あ、まだある。ここで取り返しました。チャンスになりそうです。いや、そっちかい。ここはオフサイドを取られました。もっと待ってからパスを出すべきでしたね。受けてももっと早くオンサイド側に戻らないとうまくいくはずがありません。乾、3点目取られるとちょっとまずいな。ドリブルでボールを前へ。やべ、危ねえ。ブロックで阻止されます。いける、取れるよ。
取りたあぶね。また決めたかと思いましたが、これは入りません。そうそう決められませんよ。今のようなゴールチャンスは滅多にありません。いいボールだね。冷静に狙ってほしかったですね。来た来た来た。これはチャンス。でこっち戻してこっち。いいや。来た来た。あ、オッケー。チャンスを確実にものにします。来ましたロナウド。パフォーマンス出るか。違うやつね。いつものじゃないパフォーマンスが出てしまった。プレーを見てみましょうか。こっち使って中で、ただそこ失敗したんですけどね。まあでもこぼれてきたんで、狙い通りだな。カットします。ルカモドリッチ。これ来たな。スルーパスが味方に通る。よっしゃ。これで同点です。面白くなりましたね。いい試合です。どちらが勝ち越しゴールを決めてもおかしくありません。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い一気に相手ゴールへと攻め上がります。そしてこのシュートです。いやシュートは完璧でしたね。ディフェンダーに囲まれながらも決めてきました。よっしゃもう同点に追いついた。強さはさすがですね。さすがクリスティアーノ・ロナウド。言えてない。ボールポゼッションが相手に移ります。オッケー、いいんじゃない。クリスティアーノ・ロナウドが出ます。いいや、速いパス、やばいやばいやばい、1本のパスでここまで。キーパー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 が止めました。よく反応しましたね。ナイス。決まってもおかしくない場面でしたが、ナイスセーブです。オッケー、ナイス、来た。来た、来た、来た。イエス。1点勝ち越しです。さあ、このリードを守れるか。いや、飛行機も飛んでうるさいな。これは大きいですよ。ハットトリック来ました。ですね、波に乗っています。いやナイッシュナイッシュナイッシュ。そして今度はなんか消防車が救急車外ね。めっちゃすごいな。どんくらい音入ってるのか分かんないけど、結構外がねめちゃくちゃ今うるさいです、ね、坂本カンカンからの飛行機ブーン、そしてサイレン、すごい。パスは完全に読んでいた。これはだいぶ音近いな。近いから最終ラインだけでなく出して側の様子を見て走り出さないとタイミングが合わないでしょう。 OK 来た。走り込んだ味方にスルーパス、スルーパスがダビドシルバに通る。 OK ナイス。これでリードを2点に広げました。あーやっといなくなった。プレーを見てみましょう。まずはこのスルーパスを褒めるべきですね。よく見ていました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。相手に当たりピッチの外へ、スローインです。モドリッチからボールを奪おうとする。これ結構いいんじゃない、これもいいじゃん。空いているスペースが見えたか。これオフサイド、あ、ない、あー、ゴールのチャンスでしたが相手ボールになります。前半で4人になるとは思わなかったな。イヌイ、あべ、見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。これは相手にパスしてしまいました。これでアディショナルタイムに1分が追加されました。やべ、やばいやばいよ。中に入れたいところです。キバキバ。オッケー。い
よし、というわけで前半は4対2リードということで、よかったんじゃないですかね、これは。いい感じですね、スタッツもかなり。はい、じゃあ後半やっていきます。セレソが交代したっぽい。いよいよですね。どのような結末が待っているのか。このまま勝てば優勝なんで、焦らずにはいきたいけど、まあ、追加点は狙っていきたいですよね。来た。おお、クリスティアーノ・ロナウド、タックルで止めに来た。カウンター怖いな。今日坂本、クロスを狙ってくるか。近い。何かしてきそうですが、ここから狙うのか。オフサイド。まあ、交代も使いながら行きたいね。これはシルバー。戻してシルバーが行きます。強気。ナイスナイス、いい回し。このままプレーさせます。このボール、チャンスになりそうですよ。来た。チャンスこのボレーは惜しくも入りません。ダイレクトで見事に蹴りましたが、運がなかったですね。主審がプレーを止めました。ボレーシュートのシーン見せてくんないの。イエローカードを掲げました。ヘタヘタヘタ。ナイス。回るね。ボールが回る。いい形でゴール前まで持ってきました。シュートのチャンスだ。どこを狙ったんでしょうか。ゴールキックです。乾隆、大丈夫か。やべやべ、うわ、いいとこ。ナイスキー。ここはキーパーがセーブしました。ああ、いえ、副審が旗を上げていました。オフサイドか。フリーキックでリスタートです。うわ、取れた。どうやら選手交代でチームの活性化を図ります。ああいうパスミスは良くないですからね。勝てる、取れ。よっしゃ、左ゴール。ああ、ダメだ。ここは一旦預けて。クリスティアーノ・ロナウド。OKOKOK。スルパス。モドリッチ。オケナシュー。あ、強烈なシュートでしたが、枠を捉えきれません。近距離なので。絶対入ったと思ったけどな。精度のだいぶ外れてるな。良かったんじゃないでしょうか。前半あれだけ得点が動いたけど、後半はここまで動きなしと。うわ、ここは通しません。取れる。来た。シルバーにチャンスです。浮かせてきた。これはキーパーのファインセーブ。これは面白いロブパス。仕掛けてくるのか。クリスティアーノ・ロナウドへ。これは、うわ、全然入んない。よし、交代します。ここで、あの崩し全然入らんな。ちょっとね、イメージはできてんだろう。間違えた。中島選手いるでしょ。この萩原って選手がちょっとユースの選手だからお気に入りで、まあ、右にルーカス入れておくか。これでいきます。外れていきました。力が入りすぎですね。枠に飛ばないとどんなシュートでも意味はありません。最後中島選手がダメ押し点決めて勝てれば理想じゃないかな。高木俊之。おっとっと、いい位置です。やべやべ、しっかりとコースを塞いでいます。ここのパス回し早いね。ボールに絡むと空気が変わります。クリスチャーノ・ロナウドです。いいね。高いパスで裏を狙います。前取られた。通ればチャンスだ。有利にはならないという判断でしょう。一旦は流しましたが、レフリーが試合を止めました。 OK。
スペースへのボール。決め。通ればチャンス。オーケー、ナイス。決まった。これ理想の流れのやつね。これで3点差です。ロナウドと中島選手の方を用と。いや、ナイスボールだった。完璧なタイミングでスルーパスを通しましたね。見事な得点です。いや、ナイス。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。5-2ですよ、5-2。素晴らしいフィニッシュですね。試合も終盤に最初0-2にされた時はどうなるかと思ったけど。厳しいかもしれません。ナイス。あ、このチームらしい点差だな。お、いいね、いいね。またもピンチか。これを止めた。キーパー相手のゴールを許しません。モドリッチのコーナーで再開。あ、来た。見事なセーブです。難しいヘディングシュートを止めました。これはスーパーセーブですね。いい位置で奪った。カウンターアタックです。弧を描くパスで裏を狙います。これはチャンスか。ダイレクト。おー、ナイスケ。素晴らしいセービング。中を狙うか。キーパーが冷静にセーブします。あ、間違えた。キーパーの怪我人が出た時の脱やつみたいなやつ。投げたボールがサイドラインを割っています。クロスのチャンス。オッケーオッケー。いいカットです。ボールを奪いました。うわ、とんないか。クリスティアーノ・ロナウド、パスをつないできましたがここで奪われました。ボールを取りました。さてどうする。ナイスナイス。前線の選手がボールを受けに下がってきました。ここは鮮やかなパス。全体をよく見てますね。おお、すごい。ゴール決まった。さすがイシャク。イシャク選手はこのゲームっていうかこのモードのね、最初からいて、そして最後にこのゴール、素晴らしい。完璧な試合運びですね。相手を終始圧倒しています。まあ、彼にはめちゃくちゃ助けられましたからね、厳しい試合の時に。いや、素晴らしいシュート、ナイス。かなり思い入れある選手じゃないですかね、一番このキャリアモードの企画での。結果はほぼ決まったと見ていいでしょう。大好きな選手でしたね、本当に。サンチェス、負傷癖があったんだけどなかなか怪我しなかったからね。乾隆、代表にも選ばれてるし。山田。 OKOK、 ナイス。おっと、相手へパスしたような形になりました。味方を使います。ドリブルで果敢に攻め込みます。メッシにいいボールを入れてきましたが、あと一歩届きません。ここでボールを取り返しました。クリスティアーノ、スペースがある。うわ、キーパー止めましたがまだインプレー。ひとまず危険なエリアからクリア。得点につながってもおかしくなかったですね。このミスは痛い。相手にパスを出しました。やべ、最後入れられたくないぞ。パス、パス。オッケー、オッケー、勝った。長かった戦いも終わり、優勝チームが決定しました。まあ、ちょっと点差つきすぎちゃったんで、あれですけど、まあ、このチームらしい勝ち方だったんじゃないかなと思いますね。なんとか最後の試合でタイトル取れました。ルヴァンカップは毎年優勝してるイメージだけどね、最近。いや、よかった。最後今日1試合だけだったんで、こういう形で終えれてよかったですね。というわけで、ね、6対2でセレッソ大阪に勝利して、まあこの FIFA22 キャリアモード北海道コンサドーレ札幌編の最後ということになりました。優勝おめでとう。まあ、通算成績とか見れるのかな。なんか最後振り返りたいなと思いますけど。選手データとかね。マイキャリアとか。
これか。これがいい感じですかね。クラブ記録としては133勝28敗、あ、じゃ28分け59敗かっていう感じですね。そう、国内カップは3個取って、アジアコンチネンタルカップも1回取ったと。最大得失点差11対2で1回勝ったことがある。7-0 で清水に負けたこともあるということですね。あ、なんかこういうね、過去の目標とかも出るってことですね。まあトータルで見るとこういう感じということですね。というわけで、あとは得点ランキングとか見ていきますか。今シーズンの、まあ、J1 だね、 J1 の得点ランキング見ていきたいけど、これじゃないのかな、こっちかな。それで得点ランキング、クリスティアーノ・ロナウド選手40得点なんですよ。2位が中島大河選手26得点ということで、ここすごいですね、札幌の選手ね。そしてイシャク選手も6位で18得点なんで、まあ、この辺は点を取ったなという感じですね。そしてアシストは、まあ、荒木選手、鹿島から獲得した荒木選手が16アシスト、ロナウド選手も15アシスト、イシャク選手も12アシスト、ダビド・シルバ選手途中加入で9アシストなんで、これもなかなかだなと思いますね。でルヴァンカップはイシャク選手がアシスト得点を両方とも取ってますね。そしてアジアエリート、こっちか、アジアコンチネンタルカップも、まあ、ACL ですね、イシャク選手が13ゴール、まあ、ロナウド選手も8ゴールと、いやこの辺やっぱ取りましたね、イシャク選手、ロナウド選手、あと中島選手、この3人がたくさん点を取ったシーズンだったかなと思いますけど、個々の成績もちょっと見ていくと、これか、まあ、鈴木ザイオン選手結構使ったんで、これ51試合出てるね。であとこの選手、18歳の萩原選手もルーキーというか、18歳でここまで使って活躍してたと思います。あと、まあ田中俊太選手とかね。まあ、前選手もキャプテンでずっと引っ張ってきましたね。でジョエル・チーマ選手。そして宮澤選手、やっぱ能力値がここまで下がってしまったんで、なかなか使えなかったんですけど、ポイントポイントで、まあ、何試合か使えてよかったと思います。アシストもついてるね。そして青木選手と、モドリッチ選手、まあ、中原選手。深井選手も、出番は少ないけど点は決めてたりとか、高峰選手、荒野選手、そしてダビド・シルバ選手、途中加入で結構点も決めたなという印象ですね。で荒木選手も金子選手抜けた代わりに取ったんですけど、かなりこれは当たりの補強でしたね。でこの選手ね、結構16歳なんですけど、終盤リーグ戦とかで何回か使ったら点取ったんで良かったと思います。で小柏選手、まあ、中島選手もめちゃくちゃ点取ったし、まあ、武蔵選手ね。そしてイシャク選手、ロナウド選手っていう感じです。まあ、トータルするとやっぱ中島選手がめちゃくちゃ最初の段階からは育って、かなりリーグの中でも20点以上取れる選手になったのが、かなりこのモードをやってての成長、選手の成長という部分では一番感じたかなと思いますね。はい、というわけでルヴァンカップ優勝ということで、まあ、優秀の美を飾れましたので、まあ、この動画は今回で最後になります。まあ、たくさんというか、まあ、見てくださった方も多いと思うので、まあ、名残惜しいですけども、まあ、こういうふうに連続投稿してきて、まあ、よかったなと思いますし、まあ、この動画きっかけに多分チャンネル登録してくれた人も多いと思うので、まあ、これ終わってしまうの残念ですけど、まあ、FIFA シリーズはね、FIFA 23が出たら何かやりたいなと思いますけど、まあ、その時は多分 J リーグがないので、まあ、別のことになるかなとは思うんですけど、まあ、もし何かやったら引き続き見てくれたらありがたいなと思います。というわけで、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。まだね、あと本田圭佑のキャリアモードの動画はありますので、それも引き続きよろしくお願いします。というわけで、お疲れ様でした。ありがとうございます。失礼します。